おけさ丸は、佐渡汽船が運航しているフェリー。小金丸の代船として、神田造船所川尻工場で建造され、1993年に就航した。船舶整備工団の共有建造制度を利用して、建造された鉄道、運輸機構との共有船である、新潟両津航路本線と、時は丸の二隻で1日号往復。 繁忙期は最大7往復が運行される。当期のドック期間中も2021年3月までは、直越小木航路の就航船による代替運行で便数は維持されていたが、2021年4月29日より小木航路がジェットホイールに転換されたため、今後のドック期間は一席での運行となる。船体は6層構造で、6階が操打室。 乗組員区画及びスイートルーム5階4階が旅客区画及び乗組員区画3階が旅客区画1階2階が車両搭載区画となっている選手及び船尾にランプウェイを装備しており車両看板の一部は可動式二段看板となっているパブリックスペース教職物販設備娯楽設備2009年4月1日19時45分頃 新潟港へ向けて、両津港を出港した元船は、郊外に出て増速しようとしたところ、船体振動が発生、エンジンの排気温度が上昇し、左限機に異常な負荷がかかったため、両津港に引き返した。異常の原因は水中を浮遊していた、大量の漁網を左限プロペラに巻き込んだためであった。ありがとうございます。